この動画は後編になっています。まだ前編を見ていない方は、概要欄のリンクから先にそちらをご視聴ください。前回のあらすじ。フランスのチェボーダン地方に突如として現れた巨大な謎の獣。獣は、次々に女子供たちをターゲットにして襲いかかり、その犠牲者は100名以上に上るほど。恐ろしすぎる。謎の獣は、牛のような体、狼よりも長い剣士、鋭い爪を持っている猛獣で、噂を聞きつけた国王は、精鋭の専門チームや竜騎兵を派遣したものの、どれも空振りに。なんてこったい。怯える村人は、神に救いを求めるも、宗教で対立していた村人は、天罰として司教に一蹴されてしまう。果たして、チェボーダンの獣を討伐することはできたのか、その正体は一体何なのか。後編始まり始まり。日に日に被害者だけが増え続けるチェボーダン地方の村。村人たちの緊張感はピークに達していたものの、神にも領主にも見放された村人に対抗する術はなかったわ。一体どうすればいいんだ。しかし、謎の獣に襲われた人たちも全員が亡くなっていたわけではなく、なんとか生還する人も一部いたわ。村人たちは、撃退にも成功したマリ・ジャンヌ・バレという女性をジャンヌ・ダルクになぞらえて称え、大規模なミサを行っていたわ。私たちは強い武器や力を持っているわけではありません。チェボーダンの獣に対抗するためにはこうして祈りを捧げるしかないのです。ああ、ジェンヌ・バレ様、今はあなただけが私たちの心の支えになっています。あの獣から生還したあなたなら、きっと獣の怒りを鎮めることができるでしょう。これで少しでもみんなの力になれたら。何今の悲鳴は、もしかして、またチェボーダンの獣が現れてしまったの？ああ。皮肉なことに、そんな一路の望みをかけたミサの最中でも、獣の被害が収まることはなく、次から次へと、村人たちは、チェボーダンの獣の餌食となっていってしまったわ。うん、何もできないのが本当に悔しいよ。人間のせいで現れたのかもしれないけど、正体のわからない獣に襲われ続けるなんて。でも、ここで、事態が急展開を迎えることになったわ。え？専門チームや竜騎兵たちの度重なる失敗を受け、ルイ15世は、新たに、射撃の名手ボーテルンを派遣し、1765年9月21日、ボーテルンは、チェボーダンの獣を仕留めたという報告が入ったのよ。え？まさかの急展開？その獣の見た目は狼で、体長は 1.7 メートル、体重は65キロ。平均的な狼が、体長 1.3 メートル、体重40キロだったため、確かに一回りは大きく、人を襲うには十分と言える体のサイズの化け物だったわ。なんだか意外とあっけない最後だったね。これにより、事件は一件落着、狼は、剥製にされてベルサイユへと送られ、ボーテルンは名誉と賞金を手にし、村人も国王ルイ15世も安堵して日常に戻っていったわ。めでたしめでたしだね。よし、父さんはお仕事に行ってくるから、ちゃんと牛の面倒を見るんだぞ。それぐらいできるに決まってるじゃん。もう子供じゃないんだし、そうだそうだ、それぐらいできるよ。はっはっは、そうだったな。二人とももう子供じゃないもんな。最近までチェボーダンの獣が出てきて怖かったけど、少し前に討伐されたって知らせを聞いたから大丈夫だろうな。それじゃあお仕事頑張ってな。お父さんも頑張ってね。いってらっしゃい。よいしょ、よいしょ。ふう。今日の牛さんのお世話も終わったし、暇になっちゃったなー。お父さんが帰ってくるまではまだ時間もあるし、あ。そうだ、裏手の方が散らかっていたから、片付けでもしてお父さんを喜ばせてあげようよ。あ。そうだね。それは名案だ。よいしょっと、裏の方まで来たけどこっちは森が近くてうっそうとしてるなー。そうだねー。なんだかこっちは暗いよね。早く片付けして空が暗くなる前にお家に帰らなく。なに？なんだ？鳥が飛んだだけかー。ああ、冷え。
これってもしかして。そう、そのもしかしてよ。討伐されたという知らせから3ヶ月、1765年12月2日のある日、牛の番をしていた2人の少年が、謎の獣に襲われて、1人死亡、もう1人の少年は命からがら生き残ったんだけど、その少年は確かに見ていたわ。獣の背中にある一筋の縞模様を。どうして？ジェボーダンの獣は確かに討伐したはずなんじゃなかったの？3ヶ月前に討伐したあの狼はジェボーダンの獣なんかじゃなかったのよ。ジェボーダンの獣の背中に一筋の縞模様があるのは全員知っていたはず。カリュードもルイ15世も討伐した狼の背中にその模様がないことを知りながら収束したことにしたのよ。一体何を信じればいいんだ？この惨劇の知らせは再び国王ルイ15世の元に入ったが、国王、またジェボーダンの獣が現れてしまったようです。3ヶ月前にあの獣は討伐したはずなんですが、どうして？ああ、そうなのか。え、国王？退治しないのですか？ジェボーダンの獣はすでに討伐したということになっている。つまり、獣が再び現れることはない。いいね。え、はい。なんとルイ15世は事件はすでに解決したものとして処理をした。つまり無視することに決めたわ。はい。もしこれが討伐失敗していて再討伐することになったとなれば、自身の名誉に傷がつく可能性があったからね。ジェボーダンの獣の再度の出現に村はまたパニックとなり、次々と死人が現れただけでなく、ある日刃物で切られ、その上に帽子が浮かれたような奇妙なものまで出現するようになり、獣の仕業に見せかけた人間の仕業ではないかと、もともと宗教的対立が起きていた人間同士が疑心暗鬼になり、ジェボーダンの獣に便乗して人が人を襲っているのではないかという声も上がる極限状態になっていったわ。ジェボーダンの獣は人間の心まで蝕んでいったんだ。1767年に入る頃には犠牲者は多くなりすぎて、新たに襲われた人が出ても報告すらされず、約12名の死傷者が出たところで、ようやく救世主が現れることになったわ。え、ついに救いの手が。1767年6月19日、地元の漁師であるジャン・シャストルが狩りの名乗りを上げたわ。私の手によってジェボーダンの獣を仕留めることにしましょう。いや、あれはただの獣とは全く違う恐ろしい化け物なんだ。ただの銃なんかじゃ。わかっています。私には私のやり方があるので任せてください。そこまで言うのなら止めないが。どういうこと？普通の漁師さんなんかじゃ帰り討ちに会うだけだよ。漁師のジャンは山に入ると一家の伝統だからと聖書を持って座り祈りを始めたのよ。え、ぶつぶつと祈りをあげるジャン。しばらくすると目の前にジェボーダンの獣が現れたが、早く逃げないと食べられちゃうよ。それからしばらく経った頃、討伐は終わったぞ。これで獣が村人を襲いに来ることはないだろう。ちょっと待って、この人なんで生きて帰ってこれたの？というかもう襲ってこないって本当なの？何も信じられないんだけど。ちょっと落ち着きなさいよタヌキさん。実際その日を境に獣が村人の前に姿を現すことはなくなったのよ。頭が痛くなってきた。ということはこの人が討伐に成功したってこと？そう言いたいところなんだけど、ジャンが山に入ってから何をしたかというのは実際は誰も見ておらず、伝承では祈りを捧げて動きを止めた後に仕留めたという話があるだけで、どうして彼がジェボーダンの獣の襲撃をやませることができたのか謎に包まれているのよ。しかし実際に襲撃を止めたということで彼には名誉が与えられ、この騒動は幕を閉じることになったわ。謎が多すぎて不気味なんだけど、そもそもジャンって人は山の中で一体何をしてたんだろう？銃で撃ったとかじゃなければ。もしかして気づいちゃった？この騒動はあまりにもあっけなく終わったことで様々な議論が巻き起こっており、事件を収めたジャンという人物はジェボーダンの獣の飼い主であり、訓練によって人間を襲わなくさせたとも言われ、実はこの獣害事件の黒幕ではないのかとも囁かれているそうね。ブル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 。しかしそもそもこの獣は一体何だったのかという結論は未だに出ておらず、狼の襲撃が誇張されて現代まで伝わったとか、神罰や魔女の放った魔物という極端な説もあり、人間が何者かに襲われたという情報以外、逆食されたものではないかとも言われているわ。
うーん、謎が謎を呼ぶ話だ。でも、人間を襲うような大きな生き物って狼以外にいないの？それじゃあ逆に聞くけど、タヌキさんはこれらのイラストを見て何の生き物だと思う？全然見当がつかない。それじゃあ私なりにジェボーダンの獣の正体が何なのか考察していくわね。教えてキツネーモン。それじゃあ改めてこの謎の獣がどんな容姿をしていたかというと、全身が赤い毛に覆われており、牛に匹敵する大きな体、頭と剣歯は狼よりも大きく鋭いカギ爪を持ち、長く曲がった尻尾と分厚い毛皮はライオンのようで、背中には一本の黒い縞模様があったと記録に残っているわ。そこでまず一番有力だと言われているのは狼説ね。狼というのはその地域に生息している生態系にもよるんだけど、鹿などの草食動物を飼っている肉食動物で、基本的には警戒心が強く自ら人間に近づいてくることはないわ。しかし自然破壊などで捕食対象がいなくなってしまうと、人間の家畜である牛や鶏などを襲う可能性があり、ジェボーダン地方でも内戦の影響でたびたび狼が家畜を襲うことがあり、牛の番をしていたわ。確かに食べ物がなくなったら人間が飼ってる動物を狙うのが普通のような。15世紀にはパリを人食い狼の群れが包囲したという記録もあり、その時は人間が退治し、生き残った狼たちは人間を避けるような個体が残ったと考えられているんだけど、そもそも狼は団体で狩りをすることがなく、集団で獲物を仕留める戦略を取るのよ。そうなると話が違ってくるような。ジェボーダンの獣は最初の襲撃でもわかる通り、人間と牛が並んでいても牛には目もくれず、なぜか積極的に人間をターゲットにしていた。このことから狼という説は薄くなるわね。二つ目はハイエナ説ね。サバンナの掃除屋というあだ名がつけられるぐらいに残忍で獰猛で狡猾なイメージがあるハイエナだけど、実際は集団での狩りに優れていて、ライオンを超える 60% 以上の狩りの成功率を誇る優秀な動物なのよ。ハイエナさん意外とすごい。フランスには野生のハイエナは生息しておらず、富裕層が飼っている異国の動物が逃げ出し、その見たこともない姿に驚いた人たちの伝承で、どんどん怪物のような見た目になったのではないかと言われてるわ。見たこともない生き物に襲われたら魔物に襲われたと思っちゃうのかも。ハイエナにはいくつか種類があるんだけど、そのうちシマハイエナとブチハイエナの2種は人を襲う可能性があり、体のシマ模様や獲物の顔や頭部に噛みつくという見た目や行動的な特徴は確かに一致しているし、当時の富裕層がアフリカからハイエナを取り寄せていた事実があったり、飼い慣らすことで人を襲わせることも不可能ではないという点もハイエナ説を支える根拠になるわ。それじゃあもしかしてハイエナが正体なの？ただ体の大きさや高い跳躍力を持っていないことから襲われた人の証言と一致しない部分も多く、有力ではあるけど今一つ惜しい点がいくつか残るわね。そして3つ目はハイブリッドウルフ説ね。ハイブリッドウルフ？ハイブリッドウルフはいわゆる犬と狼がミックスされた生き物で、大きな体を持っている個体は犬以上の高い跳躍力や身体能力を兼ね備えており、狼よりも警戒心が低く人間に従順な個体も多いことから、しつけ次第では人間を襲う可能性もある。確かに一番最初から人間を襲ってるのはちょっとおかしいもんね。野生動物は狼のように基本的に人間に対して警戒心を持っているため、熊のような大型動物であっても意図的に近づいてくることはない。日本で起きた三毛別ヒグマ事件や福岡大ワンゲル事件の事例からもわかるんだけど、人間の食べ物から一度味を覚えて警戒心が薄くなり、人間が刺激することで防衛本能から人を襲う。一度人を襲った獣は人間の味を覚えて再び人間を襲うようになるというのが普通なんだけど、ジェボーダンの獣の場合は一回目から人間を襲っている。ということは、最後に獣の襲撃を収めたジャンという人物がしつけて人間を襲わせていたという説を残すとすれば、ハイエナもしくはこのハイブリッドウルフ説が濃厚になってくるわね。そして4つ目はナマケグマ説ね。ナマケモノじゃなくてナマケグマ？ナマケグマはインドやネパール、バングラデシュに生息しているクマの仲間で、体長140から190センチ、体重80から140キロほどある真っ黒な毛に覆われたクマで、身体的特徴は狼やハイエナに似ていたものの、多くの伝承に残っているイラストではこのように、
全身が真っ黒な姿をしていたり、クリクリとした巻き毛のようなもので覆われている姿をしており、人間を襲う場合も、ハイエナと同様に、人間の顔面部分に噛みつく可能性がある動物なのよね。見た目は近いかもしれないけど、素早く動けるのかな。ヒグマの場合は山道でも、最高50から60キロ出せるという話は聞いたことあるけど、ここまで紹介した肉食動物たちに比べると、確かに移動速度は遅いわね。そして最後、5つ目はフクロオオカミセツネ。これも全然知らない動物だ。まあそうでしょうね。どういうこと？フクロオオカミは、すでに絶滅してしまった動物だからね。何？その幻の動物。フクロオオカミは、オーストラリアのタスマニア島に生息していた大型の肉食動物で1936年に絶滅。フクロネコ目に分類される生き物で、タスマニアデビルの親戚みたいな位置づけなんだけど、初めて人類に発見されたのは、1642年に、オランダ人が初めて島に上陸した際だと考えられ、フランス人が上陸したのは、それから80年後の1722年。彼らは、狼のような見た目、長い尻尾、鋭いかぎ爪、虎を思わせる縞模様がはっきり背中にあるのよね。ほんとだ。縞模様がくっきりある。フクロオオカミがフランスに生息していた記録はないものの、何らかのルートで輸入され、それが野生化したもの、または飼育されていたものが逃げ出して人間を襲った可能性もある。彼らがどれだけ獰猛だったかはわからないけど、見た目も生態もジェボーダンの獣に一番近いんじゃないかしら。確かに俊敏に逃げられそうだし、パワーもすごそう。絶滅してしまった動物っていう可能性は全然考えてなかったよ。こういう話は、どんな動物だったか推理するのも一つの楽しみと言えるわね。変な生き物チャンネル。以上が、ジェボーダンの獣についての紹介よ。実はこのお話、中身は若干脚色されているけど、2001年に海外で映画化もされていて、史実をもとにサスペンスやアクション要素、そして魔術的な要素が盛り込まれている西洋史ファンも楽しめる一作になっていて、18世紀のフランスといえば、まだ魔術の存在が信じられているという時代でもあり、ジェボーダンの獣の正体は、獣の皮をかぶり、獣の力を得た二足歩行の狼男という証言も当時あったのよね。いろいろおかしな気もするけど、今よりかなり昔の時代だからね。とまあここまでいろんな説を挙げてきたんだけど、人の記録でも具体的な獣の正体は記されておらず、文献によっては獣の見た目の特徴も違ったり、イラストも多種多様に分かれていることもあり、現在でも多くの謎に包まれ議論され続けている変わった獣害事件なのよ。そう言われれば、今まで紹介してきた獣害事件ってクマとかライオンとか動物がはっきりしてたけど、今回の話は何に襲われているのかわからない恐怖と人間同士のぶつかり合いが怖かったね。そうね、獣害事件と聞くと襲ってきた動物の方が怖いというイメージを持つかもしれないけど、その多くの出来事のきっかけは人間が直接または間接的に影響しているのが基本。つまり本当に恐ろしいのは謎の獣よりもあなたなのかもしれないわね。ふふふ。何その世にも奇妙な物語みたいな締め方。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。Twitter もやってるので、そちらのフォローもぜひ。それではまた次の動画でお会いしましょう。